怖いね、シート抜けそうやった。背の高さぐらい、やっと背の高さぐらいあと今で。それやっとかんと高さ高くならへん。それで、上で踏めるようになったら、本番8でやったらいい。この台だったら背の高さより上がるはずやで。本体のだとね、背の高さぐらいでやってやる。背の高さ上げるの結構高い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと終わるのもない。これ一番大事です。これをやらんと絶対やらなくならへん。これやってたらね、普通のぐらいにその一つの風を破ったい感じで、それ何千万だよ。横にずれるのは調節できへんわ。もう落ちた時にもう左右に来る力が全然違うから。
高に使うのはええのちゃうしな。そのジャンピングドームの食べ物みたいな。なんか久しぶりだとやっぱり体が全然気持ち効かないと。でも楽しいよ。楽しいよ。明日が怖いです。明日が怖い。いや、明日来ればまだいいかな。明後日来たら気持ち的に、精神的にショックだ。フルジャンプするんで、どこまで行ったか見てください。戻せへん時があるしな、その時は必ず落ちるし、いやちょっと落ちる、そんなんで何人も落ちとるから、うん、自分で戻すつもりでもやっぱりミドルやったら戻せんやけど、これの場合戻すの場合があるから、うん、横にずれるとね、左右の足に引っ張ったら全然違ってくるから、もう全然戻る機会ないやっぱり別の席に3分ぐらい、最後抜けるじゃん、最後の時に締めて腹筋締めてたら、締めてて締めてたら